二人ともいる？ちょっと来てもらっていいかしら。どうかしましたか、班長。支部長がこっちに来てるのよ。ちょっと重要な話があるみたい。何でしょう。何かやっちゃったかな。私もまだ聞いてないんだけど、とりあえずついてきて。ん？来てくれたか。仕事中にすまないな。いえいえ、お話があるって聞きましたけど、何かあったんですか？うん、すでに二人も理解していると思うが、未踏遺跡への到達を達成するなど、これらは開発班メンバーと錬金術師である二人の尽力があったからとも言える。いえ、それほどでもないと思いますが。実際それほどなのだよ。中央から伝令が届いたので、今日はそれを伝えに来た。はい。未踏遺跡到達など優れた成績を残した開発班には中央から特別報奨が贈られることが正式に決定した。中でもエスカ君の作成した未踏遺跡の調査記録が非常に高く評価され、特別名誉賞？そんなの私なんかがもらっちゃっていいんですか？すごいじゃないか。めったにもらえるものじゃないぞ。素直にもらっておけって。それとは別件で、ロジー君にもめでたい知らせが届いているぞ。はい？飛行船建造の功績を称え、中央技術局の新技術研究所から特別招待状が君に届いていてな。ぜひとも君を研究所の技術顧問として招聘したいとのことだ。え？嘘でしょ？何かの間違いじゃないですか、支部長。その中央何でしたっけ？中央技術局よ。分かりやすく言えば技術開発のエリートが集まるところね。そんなところに俺が？でも俺は前に。怒ってしまったことは仕方がない。だが大事なことは失敗から学ぶことだ。そうして得られた教訓は決して無駄なのではない。何を？はい、貴重な機会を与えていただきまして。いい話だとは思うが、何分急なことだ。返事はすぐでなくてもいい。よく考えて受けるかどうかを決めてほしい。私からは以上だ。すごいですね、ロジーさん。大出世じゃないですか。そうだな。おめでとう、ロジー君。名残惜しいけど、あなたはここに収まるような人じゃないって私も分かってるわ。もうマリオさん、もっと喜んでくださいよ。ロジーさんがすごいところに呼ばれたんですから。それじゃ帰っちゃうんですか、ロジーさん。中央か。まさかこんな機会が来るとは思わなかったな。こんにちは。ニオカ、どうかしたのか。そろそろこの町から旅立とうと思って挨拶回りをしているんです。そうか、お前も旅立つんだな。お前もって、ロジーさん、どうかしたんですか？考え事をしてるみたいですけど。ああ、実は。というわけで中央に戻ることになるかもしれないんだ。へえ、すごいですけど寂しいですね。せっかくエスカちゃんと二人で頑張ってきたのに。まあな、それで迷ってるんだよ。どうするのが一番いいかってさ。飛行船を作れたのもエスカやみんなのおかげだし、本当に俺一人が行っていいのか。やっぱり
中央に帰ることがロジーさんのためにも一番いいと思いますけど、招待をお受けしないんですか？正直に言えば俺の目標は飛行船の完成だったからな。向こうで成功したいとかそういうのはあまりないんだ。それだったらいっそ新しいことを始めてみるのもいいかと思ってさ。それもいいですね。それならエスカちゃんも誘ってあげたらどうですか？あいつは町で役人を続けるだろうけど、どうだろうな。さすがに今までで一番悩むな。やっぱり中央に帰るよ。きっとそれが一番みんなへの恩返しになるんだと思う。ロジーさんがそれでいいなら私もいいと思いますよ。エスカともちゃんと話してくるか。今はどこにいるんだろう。探したぞエスカ。あ、ロジーさん、私もずっと探してたんですよ。そうだったのか。だったらお互いアトリエにでもいればよかったな。そうですね。俺中央に帰ることにしたよ。そうですか。ロジーさんだったらきっと向こうでも偉くなれますよ。それに比べて私は。何を言ってるんだよ。今回の話だってエスカやみんなが一緒に作ってくれたから来たんじゃないか。だからこれはみんなの手柄なんだ。俺一人じゃきっと何もできなかったよ。そんなの私も一緒ですよ。ずっと二人で頑張ってきたのに寂しくなっちゃいますね。そうだな。でも仕方ないさ。お互いちゃんと独り立ちしないとな。独り立ち。そうですね。いつまでも一緒にはいられないんですよね。ありがとうエスカ。お前と出会えて本当に良かった。私の方こそ今までお世話になりました。とっても楽しかったです。落ち着いたら手紙を出すよ。きっとお互いに話したいことが山ほどあるだろうしな。はい、私もたくさん手紙を書きます。離れてても、そうすればいつだって。よし、俺の私物はもうないな。もう出発の日なんですね。短い間でしたけど、たくさんのことを教えてくれてありがとうございました。ああ。どうかしましたか？俺。準備できた？そろそろ気球が出る時間よ。で、お邪魔だったかしら？いえ、何でもないです。行きましょう。あれ？何か言いかけませんでしたか？ちょっと、ロジーさん！ロジーさん、忘れ物はないですか？その確認、もう4回目だよ。ないんだよ。もう。でも。こら、ロジー君を困らせないの。向こうでも頑張ってね。応援してるから。今までお世話になりました、班長。これまで会った中で最高の上司でした。ちょっとやめてよ。そんなこと言われたら泣きそうになるじゃない。マリオさん！もうエスカちゃんまで。お願いだから泣かせないでよ。体に気をつけてください。
仕事が忙しくても食事と運動は欠かさない方がいいでしょう。ありがとうございます、リンカさん。危険な任務もあるでしょうけど、お達者で。リンカさんはいつも通りなんですね。これが永遠の別れというわけではありません。ロジーさん、もう帰ってこないかもしれないんですよ。本心を言えば言ってほしくはありませんが、それを言ってしまうとロジーが困ってしまうのではないですか。そうですね、困りますから、そうやって堂々と言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。でもね、リンカ、そんな無表情のままじゃダメよ。こういう時は笑って見送らないと。悲しい時にどうやって笑顔になればいいのですか。これが自分の精一杯です。ロジー先輩そんなに泣かないでくれよ、ルシル。最後くらい笑って別れよう。ほら、ルシルちゃんも何かロジーさんに言ってあげて。離れたくないです。ずっとみんな一緒がいいです。それは言っちゃダメだよ。みんな言いたいのに。本当に言っちゃうんですか。本当の本当に。ああ、ルシルも頑張れよ。お前ならきっと町の人に好かれるいい役人になれるさ。やっぱり言っちゃ嫌です。ダメダメ、ちゃんと切り替えないと。ロジーさん、そのお元気で。ああ、エスカもな。短い間でしたが、お世話になりました。それじゃ、行ってきます。ロジーさん。ん？私、立派な錬金術師になります。ロジーさんがいなくても何でも一人でできるすごい錬金術師になります。だから、ロジーさんも頑張ってください。ずっとずっと応援してますから。まったく、みんなずるいよな。あんなに泣かれたらこっちも未練が残るじゃないか。ありがとう、エスカ。お前も頑張れよ。ずっと応援してるからな。